君、ありえない。あの領域は確かに消えたはずだ。君だね。やっぱり、私たちはあってもなくても変わらない足で、君が唯一の胴体。そうだね。私が消えない限り、君は永遠に存在する。あってもなくても変わらないは違うけど、後者は合ってるよ。会うのは初めてだよね。その、元気？うん。元気。すごく元気だよ。やっと現れる勇気が湧いてきた。ということかな。勇気とか、そういうわけじゃ。ただ、指揮者に小さな嘘をついただけ。なんとなく、すべてが終わる前に、君に真相を教えるべきだと思ったから。すべてが終わる？ふん。わかったよ。君の計画だと、彼女が最も重要な部分なんだね。どうして、彼女ならできると思うんだ？それは、私たちの疑問でもあるんじゃない？このビルビーという名の人間は、あれだけの奇跡を作った。どうしてできたと思う？私たちはどちらもビルビーだし、回りくどい話はやめよう。今まで会ったことがなかったから、君に教える機会もなかったけど、君は一体誰なの？君はずっとその答えを知りたかった。そうでしょ？詐欺師のもう一つの嘘。そうだね。そんなの、君に教えてもらうまでもない。ここに現れる勇気があるなら、私たちの形成は対等じゃないって、知ってるはずだよ。うん。だって今の君は、私が侵食された後に残った全部のデータだもの。君が存在しなくなったら、私もかなりの確率で消える。厳密に言うと、絶対にだ。確かに。ちょっと自分を慰めるつもりでそう言っただけだよ。そうなると、いくら考えても、私が頼れるのは奇跡しかないかな。いい。すごくいいよ。螺旋の英傑。本物のビルビーは、どこから来るかもわからない奇跡を頼らないと、自分を助けられないんだ。うん。そうなんだ。それは、予想外の喜びだ。なら、期待して、とことん期待すればいい。できれば、私があの暗闇でした期待よりも、ずっと強く。そうすれば、君が幻滅する姿を、もっと楽しむことができる。お客様！じゃあ、頼んだよ。正確に言うと、私たちとは言ってないし、ただ、見るという勇気もない。ショーの最中にぼんやりするのは禁止だって。
これが君の賭けなの、天才ビルビー。いつしゃに失敗を繰り返してもらうことが。天才じゃないって言ったのに、その言葉はもう今日たくさん聞いたよ。一刀両断、見えるかな。君が切に願った奇跡はこちら側の味方だよ。何？別に驚く必要はないでしょ。自分の思考の中なんだから。外からの力に対して何もできないわけじゃない。切り裂くことは私も得意なんだよね。もういい。ここをむちゃくちゃにするつもりはなかったけど、君たちが少しも気にしてないみたいだね。一刀両断。じゃあこの一幕はもっと騒がしくしてあげよう。さあ幕を上げよう。続いては粉砕の一幕。これが私の全てを支配していた人。君に失望するほど5万年間の拘束に対してより憎しみを感じるだけだ。なるお客さん、本当のクライマックスは今から始まる。さあもう終わったよ。これから何をしようとしてるか教えてあげようか。君たちを他の思考領域と共に分割するのをやめる。君たちをここに閉じ込めるんだ。この暗闇で私と共に永遠にだ。あの5万年の時間のせいで君はそんな風になったの。確かにそれは私が悪かった。ああそれは正しい。でも忘れないで、私の正体をただ閉じ込めただけでは私を変えられない。最初から私は純粋な悪念だったからね。外に出ただけだよ。もし違うって言ったら、君のいる領域は悪念を閉じ込めるための場所じゃない。あそこに存在したのは、どんどん入れられたのは、それは私の自信と自慢だ。アイデア、火花、過激な考え、それから私なら全てを変えられるという自信。残念なことにそれらはあの時代にも人類の文明にも向いてない。バカバカしい。そう思ってる？
信じなくてもいい。ただ、君に教えるべきだと思ったから、君もなんとなく気づいてたでしょ？だからこそ、私は君のしたいことを理解し、次の行動を予想できる。なぜなら、何かを変えようとする人の選択は、永遠に変わらないからだよ。何？まさか、私がいい人だって言いたいの？だったら私は今、両手を挙げて、泣きながら反省するべきなの？まさか、今の君は確かに悪人だよ。もし、いずれかの才能の開花に干渉せず放っておいたら、私は天才の道を歩けたかもしれない。けど、今の君の道を歩いた可能性だってある。話は終わった？うん。私が犯した過ちは、私が決着をつける自分だけを信じる君。そして、絶対に自分を信じない君。こういうことがしたかったわけじゃないけど、言葉よりもっと現実的な演出で説明を始めよう。これは！あいつ、消えた！謎解きに付き合う暇はない。彼女が消えたなら君から始めよう。ようこそビルビーの単独ショーへ。魔術師？ありえない。私はちゃんと。すぐに結論を出さないでね、可愛いお客さん。目をそらさないで。だってこれからもっと大きなサプライズを目にすることになるんだから。あ、分かってる。けど何度も言ったはずだよ、こういうことに興味はないんだ。ちゃんと学者を呼ぶときにいつも間違えて私を呼ぶのはやめて。言うのは禁止だって。ああごめん。じゃあもう一回やり直す？常識を覆して、人類の考えを超えて。おや、間違えて二人も出しちゃった。二人を同一視するとは、砂糖と塩に違いはないと言ってるみたいだ。ええ、私と彼女の差は太陽と月のようだ。二つの光は同じ場所から出てるけど、実際は四人だけどね。ワッション！これは、いや、君だ。君がずっと思考を分割し直して私の能力を壊してる。正確に言うと、彼女たちになってから分割してるんだ。もともと私の頭の中の思考だし、君に壊されても簡単に見つけられるでしょ。私のことを自分を信じないと言ったね。違うんだ、我が名はレギオン。こんな感じだからこそ私はビルビーなの。楽しみに待とう。すべての私が集まって螺旋になった時、私がそう望めば私にはそれができる。ごめん、君の体。どうやったんだ？私はただ、持ってるすべてを導いて、君の持ってるすべてと、最も簡単でストレートなぶつかり合いをしただけ。その二者の分量を比較したかったんだ。嘘じゃないよ。だから、これがその結果。実際、私は一撃にも耐えられなかったの。わからない。
あの時、私たちは月で死んだ。そうでしょう。それもわからない。けど、多分そうだろうね。私たちは。私たち?ふん。君自身と私たちを同一視しないで。私たちは雲の足だ。君とは違う。君は、え?君。気づいた?一応、ビルビーの半分の思考だからね。君に勝つには、こうするしかなかった。自分を何度も分割したから。今の私は、みんなと同じように、足になったみたいだ。どうして?ただ、最後に残ったみんなと、ちゃんと別れを告げたかっただけだよ。残った自分とね。その結果を知ってるんだよね。うん。もうすぐ。私も君と同じように完全に消える。でも、その前に、自分の計画を十分に完遂させられる。またこの質問だけど、彼女は私たちじゃないのに、どうやったらできるの?はいはい、わかった。君がそう信じたから。そうだね。その通り。私だって、侵食の律者を倒せるはずだった。私一人だけで。もちろんだよ。だけど、それはみんなにとって最善の結末じゃない。君は私だ。その約束の重さを知ってるはずだよ。ふん。それで、もう終わり?うん。また。また?できれば、二度と起こらないように祈った方がいいよ。やっぱり、相手の目を見るのは苦手だな。これを君の方に置いたのは、最も穏当なやり方だった。何せ、私だけが君を止められるからね。さあ、これが最後のプレゼントだよ。これを持ってエデンのところに行って。絶対に落とさないようにね。ああ、おそらくもう助からない。出発する前に、予想はついていたはずだ。そうでしょ?それでも急がないといけない。私は自分が完全に消える前に君をビルビーの思考から送り出さないといけないから。うん。それが君がこれからする二つ目のことだよ。君に話した侵食の律者に勝つ方法をまだ覚えてるかな?古の楽園を建造したとき、専門家はいつもの癖でプログラムを残した。ある意味、それはミスなく成し遂げられるだろう。わざとかどうかはわからないけど、私たちが気づいたとき、侵食の律者はすでに正しく脅威を排除し、このプログラムの唯一の起動条件をなくしていた。でも、それはあくまで、現状にとってだ。こう言えば、理解できるかな。ヒントは結構わかりやすいと思うけど。理解できたみたいだね。でも、今の君はまだ気づいてないでしょ。この計画にとって君自身が、どれほど重要な役割を担っているのかを。けど、大丈夫。スーなら君に教えてくれるよ。彼が私の残したメッセージに気づいてくれるといいんだけど、これが全てのパズルだよ。エリシアはいつもそう。全ての始まりであり、
全ての終わりでもある。なんて不思議なんだろう。君がずっとしようと思ってたあのことが、最後はこんな形で現状に全く違う意味を与えるなんて。そして今私が自分の計画の中でできることは一つだけだよ。私の記憶が正しければ指揮者は君にこの話をしたはず。彼女一人だけでは君に螺旋の銘の説明はできないって。本当は私も同じ。でも今もしかしたら君は螺旋の果てを見届けられるかもしれない。私たちは一つになり完全なビルビーになる。私と全部交換した時のことを覚えてる？心を開けばいいの。こんな風にね、かわいいお客さん。これがマジックのコツさ。君が驚いた時にはもう全ては終わっていたんだ。よく聞いて。これが私の最後のステージ。そして君は私の最高の助手になる。退場の準備はできたかな？もちろん OK だよ。何せ永遠に終わらないステージなんてないからね。あ、悪役の真似もしてみよう。さよなら、かわいいお客さん。こんな感じだったかな。ふん、うるさいやつだ。誤解しないで。自分に喜びを感じてるだけだ。火を打つ者だけが称賛される価値がある。そうだろ？ならいい。でも君がそこまで謙虚なら、君もうまくやったと褒めてあげるよ。ふっ、調子に乗るな。おや、メイ、やっと私の番かな。それは難しいかもしれない。彼女はテレ屋さんで自分の見た目に自信がないの。それに彼女の話すスピードだと、君は会話が終わる前に私たちと共にあの世行きになるかもしれないよ。仕方ない、状況が特殊だからね。こんな風にしかできないよ。で、他に言いたいことはない？何でもいいよ。道理で君の同僚が文句を言うわけだ。適当すぎじゃない？でもいいよ。ではさよなら。初めて会う相手にこんな話はおかしいけど、なんとなく君とはうまくやっていける気がする。そうありたいと思う。私の願いなのかもしれない。料理を振る舞う機会がなくて本当に残念だった。私に関してはこれ以上言葉はいらないはずだ。受け入れなさい、本当の螺旋の命を。最後はやっぱり私のところに戻ってきたんだね。螺旋の果てはその始まりである。とても合理的でしょ。真実で虚妄を作り、矛盾で意義を反転させる。自己をバラバラにするのは自分自身になるため。対立を作ったからこそ統一できる。さあ持って行ってメイ、本当の螺旋の銘を。これが私が完成させられる全ての配置だ。私にできることはきっと君にもできる。そして全ての謎を明らかにしよう。そもそも私は詐欺師だからね。初めて会った時、君が私の部屋に入ってきたあの夜、すぐに気づいたんだ。このお姉さんには秘密があるようだって。秘密というより。嘘かしら？いや、
ただの秘密だと思う。ひどいわね。美しい少女をお姉さんと呼ぶなんて。私たち、歳はそう変わらないのに。むしろ、私の方が年下かしら。まあいいでしょ。せっかくあなたが出てきたんだもの、気にしないことにするわね。それより、これを見て。対ケビン武装、タイプ666。イニシエの楽園を丸ごと削除できるなんて、恐ろしい発明よね。ビルビー、その起動条件を真剣に考えないといけないわよ。うん。これは専門家の設計だけど、私が決めよう。13英傑が残した全てのものに関わるし、全員一致も多数決もどちらも最善の選択じゃないと思う。それに今も想像できないんだ。一体どんな事態が起きた時にそれを起動しなければならないのか。ええ、少し困るわね。だからエリシア、私たちに物語を残すように働きかけたのは君だ。ならば、それにピリオドを打つのも、君であるべきだと思う。それって、私に決めてもらうってこと？そう。私が君のために用意したステージだと思って、君はビルビーの秘密を守ってくれた。私のことは、誰にも言わなかった。だったら、君の秘密も、最も盛大な形で幕を開け、そして最高の姿で幕を閉じるべきだと思う。物語の結末ね。今まで一度も考えてなかったわ。ちゃんと考えないといけないわね。でも私の美的感覚で考えると、ビルビーも分かってくれるわよね。答えは一つだけよ。なんとなく分かった気がするよ。私は、君を信じる。